どうも大之助です。今回は僕の好きなアニメ、地獄楽について紹介したいなっていうふうに思います。江戸時代ぐらいを舞台にした化け物たちが住む島でのバトルロイヤルなんですけど、ジャンププラスで連載されていた当初からめちゃくちゃ面白かったんですよね。で、まあ2023年の夏ぐらいまでにアニメの一期が終わったということで、いやーアニメも素晴らしかったんですよね。ということで、アニメのざっくりとしたあらすじと僕が感じた見どころについて紹介していきたいなっていうふうに思うんですけど、 まあ地獄とと極楽ってあの世の世ことっすよ、ね、で桃源郷かと身構うほどのなんか素敵な空間なおかつなんか人面魚だったりとか人の顔をした蝶々だったりとか5メートルぐらいの巨人に魚の胴体をひっつけたみたいな不気味な生き物たちが生息するここは天国なのかはてまた地獄なのかみたいなところで主人公たち主要人物たちがもうあの死刑囚とその,あのお目付け役の執行役の人たち。 が幕府の偉い手から不老不死の薬がその島にあるよっていう風に言われていてそれを取ってこいっていう風に言われていてその指令を果たすっていうようなお話なんですけどまあ死刑囚同士っていうことがあって最初は殺しあったりいがみあったり敵対しあったりしてるけどとんでもない爆物たちができてこれもう人間サイド一致団結しなきゃダメだよねっていう風になってちょっとずつ敵対していた勢力たちと味方をあのまあトトを組んで。 人外の化け物たちを倒すっていう流れとかもね、非常に面白いし、そして物語の序盤は、まあ、ただの肉弾戦の,あの傾向が強いんですけど、そして裏切りとか計略とか謀略とかも結構張り,張り巡らされてるんですけど、物語の中盤ぐらいから、タオっていう、そのなんか、あの、マナだったりとか、魔法だったりとかみたいな、そのなんかエネルギーの元みたいな、まあ、能力バトルみたいな方向にシュートしていくのも非常に流れが自然で面白いんですよね。 で物語の主人公は忍びのガビ丸っていう少年なんですよね、まあ、多分20代ちょっといってるかもしれないですけど見た目が高校生ぐらいの,あの男性なんですよねで元岩隠れの常人なんですけど、まあ、幼い頃から殺戮マシンとしての教育を施されてきてその忍びたちの中でもそのダントストップの成績を取ってガビマルという異名を持つになったんですよね元々の名前を捨てたんですけど で岩学連の忍びとしてあの任,務任務を忠実にこなしていてでなおかつ佐藤さんの娘をあのもらうことになったわけなんですよねでその娘さんめちゃくちゃ綺麗なんですけどでしかも性格もめちゃくちゃいいんですよねで本当はただの殺戮マシーンだったガイマルがちょっとずつその奥さんの心に触れて、まあ、あの凍りついていた心が溶かされていって人間らしさをが生まれるわけなんですよね で、まあもちろん佐藤さんの考え方としては強いやつと子供を産むことによってよりそのなんか優秀なあの自分の,その娘が優秀な子供を産む可能性が高まるしそして村の筆頭の忍者が家庭を持つことによって家族を失いたくないという戦う理由を、まあ、村に縛り付ける理由をもう一つ作ったわけなんですよねしかしながらガビマルはその自分の奥さんのことが好きになりすぎてもうこの忍びの世界で。 あの奥さんと二人で生きていくの殺しの世界で生きていくの嫌だなっていうふうになるわけなんですよねだから奥さんと平穏無事に悠々自適に暮らしたいということで佐藤さんたちにもう常任というか忍びやめていいですかっていうふうに相談するわけなんですよねでまあ佐藤さんたちもまあこれまでガビマルはこれまでたくさん役に立ってくれたんだからいいよと代わりに最後一個だけあのなんか依頼受けてくれないかっていうふうに言うわけなんですよねでその受けた依頼は実はガビマルをはめる策だったわけなんですよね他の忍者たちが裏切って めちゃくちゃゃく強いガビマルを罠にはめてなんとか捕まえて投獄して死刑囚にしたわけなんですよね、まあ、要するに抜け人になるやつは絶対殺すっていうような村の掟があるわけなんですよそれはどれだけ優秀な成績とかその村に貢献してきた忍,忍者だろうが例外はないといううわけななんんすよねこししててビ丸は最愛の奥ささとと二度と会えない状態にあの獄されているしまうわけなんですよね。 で生きる希望を見失ってガビマルはもう死を待つだけなんですけど火炙りの刑とか,そのなんかギロチンというか首に刀突きつけられたりとか腹に刀刺されたりとかいろんな処刑方法があるわけなんですけど期待に期待抜いたガビマルのか体が無意識に生存本能として処刑を拒んでしまうわけなんですよねその油でグツグツ煮えたぎっているところとかに体を落とされてもあの火炙りの刑に処されても全然死なないわけなんですよそんな中綺麗な女の人がガビマルの元を訪ねるわけなんですよね あなた奥さんの元に帰りたいんじゃないですか会いたいんじゃないですかとあなたはこれまでたくさんの罪というか殺人を犯してきてもう死刑囚確定だけどそれでもあなたが無罪を本命になる方法が1つだけありますというふうに言ってくるわけなんですよねそれは何だっていうふうにガイマルが聞いたらそれはあなたが死ぬことですっていうふうに言うわけなんですよねはっていう話なんですけどそ死ぬことっていうのは沖縄よりも南ぐらいの場所になんか桃源郷っていうふうに呼ばれるような謎の島があるらしいんですよね でそこにはなんかいろんな果物だったりとかあのはてまた不老不死の薬があるっていうふうに言われてるらしいんですよでこれまであのいろんな政府の役人とか腕利きの侍たちがその島に派遣されていくんですけど誰一人まともな人間として生還した者がいないわけなんですよまともな人間としてっていう言い方をしたのは帰ってきた人間たちはごく少数いるんですけどその目とかその鼻とかから鼻と,鼻とか口とかいろんな部位からそのなんかあの。 あのフラワーの方の花が咲き乱れていてで、人格が完全に破綻してるわけなんですよね。言語が言語不正、人事不正というか、もうなんかあ、あーとかうーとか言いながらふいひいーという風に笑ったりとかしてて、もう完全にあの常人としての生活は取り戻せなくなっていて、体から花が咲いて、あのはい咲いてる状態で、あの島からあの本土に帰ってきてるわけなんですよね。これが何回も続くわけなんですよね。で、あの島は不老不死というか。僕は我ら日本政府が。 そのなんか江戸の幕府が知らないようなものがたくさんあるけど代わりに危険すぎるとっていうふうになったらあの、まあ、戦闘能力が高くてあのいくらでも捨て駒になる死んでもいいような存在要するに凶悪な死刑囚たちをあの島に送り込んで千薬その不老不死の薬を探させようと千薬って1,000人の千人薬で戦薬なんですけど。 で10人ぐらい死刑囚たちを送り込んでその中で、その戦薬っていう不老不死の薬を持って帰った1人にだけこれまでの罪を無罪放免にしてやろうっていうような特権を与える話をい,いろんな死刑囚たちにあのなんか、まあ、聞いて回ってるわけなんですよねあなたにはその意思がありますかっていうふうに綺麗な女の人にガイマルを言われてでそしてガイマルにそのなんかあなたがそのなんかもうこの世界終わったら死のうっていうふうに思っててもう死なないのは心の奥底で生きる糧があるからですよね奥さんに会いたいからですよねと。あの会いたいたたんだったら このままどうせ死を待つぐらいだったらどうせこのまま少しずつ腐っていくぐらいだったらあの一緒に島に行きませんかっていうわけなんですよね一緒に島に行くということはこの綺麗なお姉さん死刑囚なのというふうに思うとそういう意味ではなくてその死刑囚たちが島に行って別にそのもうお役目なんて知ったことかっていうふうに島で暮らすかもしれないじゃないですかだからその江戸幕府たちはお抱えの,その処刑人たち山田浅右衛門一家っていうそのなんか家系があるんですけど <laughs> 名字が山田浅右衛門ってすごいですよね ちなみに僕の家系ってスケーモンっていうらしいんですけどこれは僕の友達に言ったらお前頭おかしいなっていう風に言われたんですけど僕実は17代目スケーモンらしいんですよね、まあ、そんな話はさておいてその死刑囚1人につき山田左衛門一家の処刑人1人があの、随跡してであのなんか あのまあ死刑囚の人たちが脱走したりとか戦役を探すことを放棄したりとか処刑人に手を挙げそうになったりしたら処刑人たちがもうその場で判断して切っていいっていうこととして処刑人が一人ずつ対等あのなんかあの随行していくわけなんですよねで処刑人はみんな,そのなんか幼少期の頃からいろんな剣術とかをかあのあの磨いてきてあのその美人なお姉さんもめちゃくちゃ剣の腕が立つわけなんですよねでこれまでたくさんの死刑囚たちをその,その剣で葬ってきたわけなんですよ で、その綺麗なお姉さんは自分が初見人として、ガビマル、あなたを連れて行こうと思いますがどうですかっていう風になって、ガビマルがよし行こうっていう風になるわけなんですよね。とはいえ、そんな、その荒くれ者というか死刑囚たちって山ほどいるわけなんですよ。何百人もいるわけなんですよね。だから、ちょっとあの、初見人の数が足りないから10人ぐらいになるまで、あの、お前ら殺し合いみたいな風に上の人たちに言われて、ガビマルたちは死刑囚たちで殺し合いをするわけなんですよね。で、その結果、まあ、あの10人ぐらいが生き残るわけなんですよ。 その10人ぐらいがね、みんなクセモ者そうなんですよね。なんか手足が伸びる坊さんだったりとか。で、坊さん、坊さんのくせに人殺しとか強姦とかの罪で死刑囚になってたりとか。あとは、なんか山賊の頭の、なんか少年だったりとか。あの、鬼滅の刃の品津川さねみくんとか。あの、僕のヒーローアカデミアの爆豪くんにちょっと似た見た目の男の子なんですけど。 だったりとかあのダイダラボッチっていう風なあだ名があるもうめちゃくちゃ体がもう3メートルぐらいあるんじゃないかっていうようなずっと眠っているあの巨漢の男性だったりとかどんな人もその色気で落とすあの最悪のオイランだったりとか戦闘もできるしオイロケの術も使えるそのなんか城を傾けるほどの美女の久の市の譲りはっていう女の子だったりとか江戸地北海道の,、まあ、あのアイヌの人々の一家だと思うんですけどその辺の迫害されている少年だったりとか。 いいろろんんんななな人たちがいろんな罪を犯ししててて死刑囚としてその残ってるわけなんですよねで。それらその10人ぐらいとプラスそれぞれ1人ずつ所見人を乗せて島に出港するわけなんですよねで島にたどり着いたら、まあ、もちろんその島の中であの結局唯一生き残れるそのなんか犯罪者というか死刑囚は1人だけだからその島に上陸する直前とかでももう殺し合いが始まるわけなんですよね手足が伸びる坊さんがその山賊の棟梁だった少年に対して 到着する直前の船で首を絞めたりとか、ただ、その山賊の頭の少年は、あのそのなんか手足が伸びる坊さんの手足をちぎって、その場で惨殺したり、島に上陸したオイランが、その処刑人の両目が見えない、あの、白髪の男性に向かって、速攻で馬乗りになって、老落しようとしてきたり、色仕掛けを仕掛けてきたり、あの、100, 100個武器を持っているっていうふうに言われる巨漢のなんか弁慶みたいな人が、上陸した途端にガビマルに攻撃をしてきたりとか、 まあ、とにかくみんな潰し合いとか自分の選挙にとって有利な行動するわけなんですよね。というのも結局生き残れるのが一人だけだったらさっさと自分以外の候補生をあの死刑囚たちを殺して時間がある時にゆっくりその島中でその戦薬不老長寿の薬を探せばいいっていう風に思ってるわけなんですよね。だからライバルたちを早めに蹴落とすっていう風に考える人たちが多いわけなんですよ。でガビマルはそのなんか えと弁慶みたいな武器をめちゃくちゃ集めているやつを手錠した状態でボコボコにしてとか殺してで手足が伸びる坊さんはそのなんか山賊の頭の少年にあの瞬殺されてで花魁の女性は処刑人の人にあの色仕掛けをしようとしたけど無反を起こしたということで無反を起こしたということでその場で処刑されたりとか上陸して速攻でみんな次々とあの数を減らしていくわけなんですよね。隠れキリシタンというか信仰宗教の教祖のの祖 転びバテレンっていうふうに言われているそのバテレンって、まあ、キリスト教とかの信教あの教徒らしいんですけどでそういうのをまあ迫害によってやめた人たちのことを「コロビバテレン」っていうらしいんですけど。で信仰宗教を立ち上げて死刑囚になった すごい賢そうな男性をそのなんかくのいちの女の人が実験道具にしたりとか,そのなんかあの島に生息するあのなんか怪しげな薬だったりとか虫だったりとかを使ってその転びバトルの人を人体実験にして殺したりとかもう一瞬で死刑囚たちが半分ぐらいになるわけなんですよね減るわけなんですよね。でこういういバトルルロイヤル系ってあのまあ も,もちろんスピード感も大事なんですけど、もうちょっとゆっくり数減っていくもんなんですけど、え、こんなに減って大丈夫なのっていうぐらい、本当にスピーディーに、そのなんか死刑囚たち、あんなに強そうだった奴らが次々と退場していくわけなんですよね。で、さらにそこに追い打ちをかけるように、あの、まあ、島の森とかから、人の形をした巨大なムカ,デムカデ、もうその辺の子猫とかよりも全然でかいぐらいのサイズのムカデがわーっていう風に出てきたりとか、人の顔をした、 長々が、まあ、宮本武蔵みたいなすごい剣豪だけどそのなんかコミュニケーション能力とかソフトスキルとかがなくてなんかいろんな道場を敵に回して死刑囚になってしまった人のなんか左手首にその,あの人面鳥が毒,毒を刺してその剣豪の人の左手が花が咲き乱れ始めたわけなんですよねでその腕を素早く切ってみたいな風に負傷したりとか 5m ぐらいのなんか巨人で,であの上半身に魚の体がくっついていたりとか。 全身紫色でそのガンツに出てくるみたいなあの大仏みたいなあの人形のな化け物みたいなのがあの囚人と処刑人たちを襲い始めるわけなんですよね。で最初島にたどり着いた時はなんかすごい幻想的でなんか綺麗な景色でこれは桃源郷かっていうふうに思っていた思わせるぐらい幻想的な風景が広がっていたわけなんですけど。 たどり着いてほんの数国で状況がめちゃくちゃ変わるわけなんですよね。なんだこの化け物たちはっていうふうになって、まあガビマルと、そしてガビマルの付き人の処刑人のあの、さぎりさんっていうその綺麗なお姉さん、そんな名前なんですけど、さぎりさんとで、まあその辺にいる化け物たちを駆除していくわけなんですよね。で、その間もガビマルは島にたどり着いたら速攻であの、さぎりさんを殺そうとしてたわけなんですよ。というのも、その自分の目的は妻を助けることであって、 処刑人が一緒にいたら邪魔だとだからさっさと殺してしまおうっていうふうに思っていたけどその奥さんとの約束とかそのプライドというかその奥さんにその自信を持っていた誇らしい人間として帰りたい自分の手をこれ以上汚したくないっていう気持ちだったりとかあの奥さんに優しい心を教えてもらったっていうこととかもあって早りさんを殺せなかったわけなんですよねそして、まあ、共闘関係を結ぶわけなんですけどで一通り化け物たちを倒してその体とかを見てみたらなんか生殖器がなかったりとか。 個体によっって急所が違ったりとかなんかあの本当に生物なななななののってていうようよよ不可解な体の構造をしてるわけなんですよ、ね、なんすねか神様が粘土で無理やり生き物を合体させて作ったみたいなそんないびつな形をしている生物たちがたくさんいるわけなんですよね、まあ、だからこそ,その人間の理解に及ばない世界だからこそ不老不死になるような薬が本当にあるんじゃないのかっていうふうな確信も高まるわけなんですけどそんな中「備前のダイダラぼっち」っていうふうなあだ名のある超巨大な ずっとグースが寝てて、めちゃくちゃ体が頑丈な死刑囚がいるんですけど、その死刑囚が腹が減ったっていうことで感触を起こして、あの、処刑人をいとも簡単にぶち殺して、あの、なんか、ガビマルたちの前に出てきたわけなんですよね。その体がすごいでかい3メートルぐらいある代わりに、脳とか精神が発達しなかったのかわからないんですけど、人の言葉を操れないわけなんですよね。喋れないわけなんですよね。幼少期の頃から体と力がとても強くて、自分の親とか自分の周りの人たちを、 あの簡単に張り倒して張り殺してしまった過去があるわけなんですよねただお腹が空いて泣いていてその感釈を起こしただけで周りの人たちを殺してしまってそれで周りから意味嫌われるというか死刑囚になってしまったそんなかわいそうな過去を持つダイダラボッチなんですけどともかくガビマルたちに対して敵意を向けてきて攻撃してくるわけなんですよねだからまあこれはもう迎撃するしかないということでガビマルたちは戦うわけなんですけどガビマルの攻撃が全然ダイダラボッチに硬すぎて効かないわけなんですよね でガビマルはまあ忍術として体をその脂肪あの脂肪というか細胞を燃焼させてその体を体に炎をまとったりとか炎を吐いたりとかクールな見た目に反して炎系の能力を使うことができるわけなんですけどその炎だったりとかなんかあの得意の体術とかで全然致命傷を与えられないわけなんですよね。っていうふうになったらあのさぎりさんがまあ得意の剣術というかあのもう剣の精密性とか剣速だったりとか。あの 相手のを作る力とかやっぱりその女性だから力が足りないからその分剣術の鋭さを補うために正確性だったりとかを磨き上げてるわけなんですよねだから佐々木さんが相手の足の剣を切ったりとか致命傷を負わせたりとかしてであのガビマルがその森中をそを火を焚いてダイダラボッチの,の,あの、まあ、顔の付近にたくさん煙が集まってあの酸素不足に陥らせてダイダラボッチをその地面につかせて。 頭部を垂れるというか、首をサギリさんのところまで届かせる範囲までひざまつかせたわけなんですよね。で、サギリさんがそのままスパッっていう風にダイダラボッチの首を切って、なんとな何とか事なきを得たわけなんですけど、同じように他の死刑囚と処刑人たちもたくさん島中のいたるところでついてそうそうあのバトルを経験してるわけなんですよね。例えば、そのえぞ地、北海道のあの民族で まあ迫害を受けたことによって無理やり死刑囚にさせられてしまった。ぬるがいっていう子供がいるんですけど。で、その子のあのお目付け役の処刑人がなんか金髪のフランクな感じの男の子なんですけど。まあ男の子というか青年なんですけど、10代後半ぐらいのなんとかなんですよ。ってぬる。がい君はあのこんな場所にいるべきじゃないっすと、あなたがあなたの罪っていうのはあなたは何も悪いことしてないのに無理やり。その迫害されて死刑囚っていう風になってるけど、君は島を出るべき。す っってて、いいいう風に言ってまあいいやつなんで,すよ、ね、で2人で船に乗って島の外に出ようとするわけなんですけどなんか島の海流が全部島に戻るような,あのなんか構造をしていて島から出られないわけなんですよねで1か所だけ出られそうな海流を見つけたわけなんですけどそこにはなんかあの島の中にいたような不気味な化け物の水中に住めるようなタイプのやつらがあのなんか潜んでいてその辺で船ぶっ壊されて命からがら海岸に戻ってきてしまうわけなんですよねなんか彼岸島にちょっと似たような感じなんですけど。 で、この島やべえぞっていう風に、それぞれのチームが思うわけなんですよね。で、他にも、朝長兵くんっていう、その、山賊の頭をしている、あの、若い少年なんですけど、その、お目つけ役の初見人の、あの、なんか、金髪ストレートの、金髪じゃない、黒髪ストレートの美少年の男の子が、実は朝長兵くんの弟なんですよね。 その長兵衛君と弟君はもともと両親が貧乏だったっていうこととかもあってその小じをしたりとかして上をしのいでいてで山賊のなんか下っ端として働いてたりもしてたわけなんですけどまああの長兵衛君がめちゃくちゃ強いしカリスマ性があるっていうこともあってその山賊の頭になるわけなんですよねただ役人たちというか政府の人間とかから教習を受けてあの長兵衛君捕まることになるわけなんですよねでその時に弟君に弟対して 弟くんを逃がしてお前はその処刑人の一家の門下に入れとで捕まった俺を助けに来いっていう風に言うわけなんですよねで弟くんはめちゃくちゃ優秀で頭もいいから本当にその浅井門一家の門下に入って剣術の修行を積んでなんかあの死刑囚と会えるような立場になるわけなんですよねそこでお兄ちゃんを助けに来たわけなんですよねで長兵衛兄ちゃんとあの死刑囚のお兄ちゃんも助ける方法があるよとこの島に行って このお勤めを果たすもしくはこの島で暮らすっていう方法でとりあえずこの牢獄から脱出しよようっていういにななるわけなんですよね他の死刑囚とあの処刑人との関係と違ってあの一朝一夕でその場で即席でできた関係じゃなくて幼少期からずっとあの兄弟まあ血を分けた兄弟が2人で同じペアで島に入っているっていうめちゃくちゃアドバンテージのある兄弟なんですけどその2人も化け物たちと戦うわけなんですよね。 なんだこの巨大な化け物たちはっていうふうになってただ二人ともめちゃくちゃ強いから化け物たちを切り伏せるわけなんですけどそんな中島に上陸した死刑囚囚でででも囚人でも人人なない謎の人間が姿をすすわけなんですよねでその人間はそのなんか男性の見た目をしているけど途中で女性の,形にか女性のか体に変わったりとかそしてどれだけ攻撃を受けてもあの植物みたいに体の欠損した部分から鶴が生えてきて体が再生したりとか。 見えない衝撃がを放ってきたりとか、もうなんか人間とは思えないぐらいめちゃくちゃ強いんですよねでウ長兵衛君とその弟くんはボッコボコにされて瀕死の状態でなんかあの植物がたくさん生えてる穴にポイっていうふうに落とされるわけなんですよねでもう島を脱出しようと思っていたヌルガイ君とそのお目付け役の初見人の金髪の少年もその海岸をうろついていたら同じようにそのなんか。 島民っぽいような。その島の住人っぽいようなまあ、少なくともあのまぬるがり君たちと同じような死刑囚と処刑人の中にはいなかった。謎の人間がその水面を歩いているわけなんですよね。で、こいつはやばいっていう風になるわけなんですよ。で、案の定2人。あの2人を殺しに来てて。 であの花魁をすでに殺し終えたその盲目の処刑人の人が助けに入ってくれたっていうのもあってあの金髪の少年が命を懸けて時間稼ぎをしてぬるがい君と盲目のあの剣士の処刑人の人が命からが逃げるわけなんですよね。 いやこの金髪の少年がやられてしまうのは非常に悲し,悲しかったんですけどもともと彼もそのなんかろくでなしの家の生まれでその貧乏な家庭で周りからゴミのように下げ積まれて生きててであの喧嘩をして人から物を盗んで生活してたわけなんですよねでそんな,あのなんかどうしようもない自分を助けてくれたのが盲目の師匠だったわけなんですよ自分を浅井門委員会に入れてくれたわけなんですよねだからこそその 師匠のように虐げられている弱者を助けられる人間になりたいというふうに思ってあのヌルガイ君に対して「君は生きるべきっす」っていうふうに生きる道を示してくれたわけなんですけどだからこそ命をかけてあの剣だけじゃなく拳でその,あの不死者の謎の人間と戦って時間稼ぎをしたわけなんですね。相手死なないからどれだけ攻撃を叩き込んでもあの絶対勝てないっていうふうに分かってるんですけどヌルガイ君たちを逃がすために体を張ったわけなんですよねっていうエピソードがちょっと非常に何か胸があのキュっていうふうに締まるような思いだったんですけど であの他にも大だらぼっちに処刑された人あのにあの処刑人のめちゃくちゃ強い人が一瞬で殺されてしまったりとかあのなんか処刑人の人たちもどんどん数を減らしてるわけなんですよねで一方その頃ガビマルとあのガビマルの処刑人のサギリさんも別のチームのそのなんかくのちのゆずりはさんとそのお目付役というか処刑人の眼鏡をかけたおデブのセンターっていうあのなんだろうすごい宗教だったりとかいろんな知識の博識な眼鏡の 人の人たちとペアをを組んででその4人で行動を共にすすするることとににわけなんですよね、まあ、とにかく人数が多かった方が戦略見つかるしとりあえず戦略見つけてから誰が持って帰るかっていうのを決めたらよくないっていうことで、まあ、利害関係が一致することで情報共有と、まあ、手を組むわけなんですよね、まあ、特にこの島はただの無人島じゃなくて化け物たちが救う島だとだから戦力が多い方がいいっていうことで手を組むわけなんですよねとにかく情報が欲しいとあの,あの人面ムカデとか人面鳥とか 人面魚ととかあいつら一体何なんだとそしてこの島の全体の見取り図とか、まあ、島に住人が暮らしているかとかどうやって食料を確保するかとか、まあ、課題は山積みなんですよね戦薬はどこにあるかとかっていう風に島を散策してたらなんか 2m ぐらいの全身木でできたあの人間が現れるわけなんですよねそしてなんか小学生低学年ぐらいの小さい女の子も一緒にいるのを見つけるわけなんですよね その二人から話を聞くと、まあ、あの、その樹木人間、木人間は、千年以上生きてて、もともと人間の姿をしていたけれど、この島の人たちっていうのは樹下っていう、あの、なんだ、なんだろう、まあ、年齢とか関係なく、そういう病気になって、ちょっとずつ体が木になっていくとで。私たちはのんびり暮らしたいだけだっていうふうに言うわけなんですよね。島の情報なら教えるから、私たちに手を出さないでくれっていうふうに言うわけなんですよね。で、この島には、あの、天仙様っていうふうに言われる七人の仙人がいると。 でその仙人たちは不老不死だしなおかつあのなんか無限の再生能力を持っているし男性にも女性にもなれるし一般人には見えないあのまあ力タオという風に言われる力を使いこなすことができるわけなんですよねでそんなやつらの屋敷の本拠地に戦薬があると言われているっていう風にそのキー人間は教えてくれるわけなんですよね宝庫っていう名前なんですけどこれは貴重な情報を聞けたぞっていう風になるわけなんですよね でガビマルはもう一刻も早く奥さんに会いたいから正直協力その、まあ、共闘関係を結ぶのってあんまメリットないよなっていう風に思っててそのなんかさぎりさんとかあのセンタとかゆずり派とかが寝ている間に、まああのまあ、その女の子メイちゃんと宝庫の家を飛び出して一人でその、まあ、天仙様がいるっていう風に言われている島の中心部のや館の方に向けて走り出すわけなんですよね。でそこで早速のの頭の 朝長兵衛君とその弟の,あのトーマ君処刑人のトーマく君をあのボッコボコにした天仙様と出会うわけなんですよねでその天仙様と激しい死闘を繰り広げるわけなんですけどただ天仙様は不老不死だし何回致命傷を与えても体が再生するわけなんですよねであのまあめちゃくちゃ強いガビマルでさえも徐々にその自利品になっていくわけなんですよね、まあ、それはこっちは消耗するけどあっちは消耗しないんだったらそれはいずれ弱まっていくのは当然のこと負けていくのは当然のことなんですけど ただあの,もう瀕死の状況というかその自分の命の危機に瀕した状況でガビマルはそのタオというその見えない力の使い方を無意識に少,あの少し使えるようになるわけなんですよね。でそのおかげで天仙様相手の仙人に致命傷を負わせることができるわけなんですよね。だったらその相手天仙様は人間の姿からなんかものすごい化け物になって高さ多分7メートルぐらいの,あの花フラワーの集合体みたいなやつになって。 で、その花の中心のおしべとめしべのところになんかあの男女一対の顔が現れるわけなんですよね。まあなんともこの,あの奇妙な生物を描くのがこの作者の方本当にうまいんですけどなんか美し,くも美しくもあり気持ち悪くもあるんですよね。でその巨大な化け物が巨大な雷撃を放って「あの鬼滅の刃」の刀鍛の里編の「あの 怒りのあんな感じであの高速であの上空から攻撃がやってくるからガビマルが防戦どころか避けることすらできずただ一方的に銃躙されてるとか大ダメージを受けていくわけなんですよねでガビマルが「やばい死ぬ」と「妻に会えん」とというか話に聞いていた天ン,ンとは天聖様とはこんなに強かったのかとこのままではまずいっていうふうに思っていたところを日中会った小さな女の子のメイちゃんが。 ガビマルの前に立ちはだかってあのなんかバリアを張って助けてくれるわけなんですよねでそのままガビマルとメイちゃんは崖を滑り降りてその天仙様の魔の手からあの逃げられたわけなんですよねで夜が明けて朝になってあのまあサギリさんたちは「あれメイちゃんとガビマルがいないぞ」っていうふうになるわけなんですよね で,探しに行こうとで多分昨日の話を聞いてその天仙様がいるっていう風に言われているあの島の中枢のところに行ったんだとだから探しに行くぞっていう風にあの譲り派とセンタとさぎりさんとそしてあのキー人間の方向であの島の島中央を目指すすわけなんですよねでその頃もう瀕死状態になったカビマルとそして力を使い果たしたメイちゃんの前に現れたのはその左,あの左手首を切断した大剣豪の 眼鉄祭とそして眼鉄斎のお目付け役というか処刑,人処刑人の小柄で金髪で目が死んでいてあの医学とか人体学に詳しい淵っていうあの男の子その二人と出くわすわけなんですよねで眼鉄斎が「おいおいあの忍者死にかけじゃねえか今がやり時か」みたいなふうになるわけなんですけどお互いの利害の一致があって情報共有をして、まあ、共闘関係を結ぶわけなんですよねでそんな中その眼鉄フ淵ガビマルそしてメイちゃんの前に また再びあの人面ムカデの軍勢とそして人面蝶々の軍勢とそしてその奥になんか人面ムカデと人面蝶々をあのあの操る二人のお坊さんというかあの、まあ、僧兵が現れるわけなんですよねけど彼らの顔は普通の人間の顔じゃなくてそのムカデの顔になっていたりその蝶々の顔になっていたりもう明らかに人間じゃないということが分かるわけなんですよ人間と別の動物のなんか混合生物みたいな感じなんですよね。 でそいつらが「メイ様お待ちしておりました」と「探しておりましたよ」っていう風に言うわけなんですよね。で、まあ、ガビマルたちもそのやっぱメイは人間じゃなくてあっち側サイド敵サイドの人間なのかっていう風になるわけなんですよね。ただ、まあ、その敵たちが解説するところによるとメイちゃんは敵サイドから逃げてきた人間なんですよね。 というのもタオという。そのまあ念能力のあの念みたいなもんですよね。オーラの総量みたいな感じなんですけど、そういう自分の基礎体力とかを鍛える修行がたくさんあるわけなんですけど、その中でも一番鍛える力っていうのが防虫術っていう訓練。まあ、防虫術というと要するに、そのあのエッチなことをするわけなんですよね。男性と女性が陰と陽が交わることによって、お互いの力がそれより洗練されていくわけなんですよね。だから、その天仙様っていう風に言われる。7人の仙人たちっていうのは？ そのなタオルの能力が総量がめちゃくちゃ大きいからあの、まあ、体力というか気力というか,そのなんか気,気の総量がめちゃくちゃ大きいから自分で性別をどっちにも転換することができるし他の千人たちとあのやりまくってるわけなんですよね性別を時々入れ替えてねそうやって千年以上力を蓄え続けている天仙様たちがいるわけなんですよで宗兵たちっていうのは もともと島の人間だったけど、その中でも才能のある人間たちの一部が天ン,ン様に認められて、その天ン,ン様の日頃の雑用をやったりとか、あのまあ、ガビマルたちみたいに島に入ってきた侵入者たちを排除するような役割を与えられているわけなんですよね。で彼らは、まあ、その生物学的には男性の体を持っててで、タオがまだ十分に練り上げられてないから、女性の体に変わったり男性の体に変わったりはできるわけじゃないんですよ。で、防虫術を行うためには、もちろんその女性の体の相手が必要なわけなんですよね。で メイちゃんはあの、まあ、女の子なわけなんですよねって,いうっていうことだから防虫術の,そのいやらしいことをする相手としてあのさあの僧兵たちはずっとメイちゃんを探していたわけなんですよね私たちの田を練り上げるために早く親方にお屋敷に戻って一緒に防虫術をしましょうっていうふうに言うわけなんですよねでそれに腹を立てたガビマルと岩サイたちが力を合わせてそのムカデ人間と ムカデ人間って別の映画の話になっちゃいますけどムカデ人間とあの毒の蝶々の人間と戦うわけなんですよねただ闇雲に攻撃しても奴らはタオを使うから見えない人の衝撃波を遠距離からぶちかましてきたりとか呪術廻戦の真人みたいにその相手の魂を知覚するみたいな感じに近いんですけどそのタオの能力を基礎能力を持っていないと相手に致命傷を与え,与えられないわけなんですよねだからメイちゃんが片言な日本語でその 相手にそのタをうまく使いこなすのはガビマルとかガンテスターみたいに強い,力とあ強い心と強い心を合わせるんじゃなくて心の中に強い心と弱い心を合わせ持つことが重要なんだっていうふうに言うわけなんですよね。でそれこそあのさぎりさんが処刑人のさぎりさんがダイダラボッチを倒した時にも自分の中でガビマルって本当に悪人なんだろうかこんなに人間らしいところがあるのにだったりとか。その処刑人として 浅井門一家として剣士として生まれたいってあの技を極めたいっていう風に思ってても江戸時代だったら僕たちの現代社会の日本でさえもただでさえ男女差別とか強いじゃないですかでさきりちゃんは幼少期の頃からずっと女のくせに剣なんて握りよってみたいな男女差別の中をずっと生きてきたわけなんですよねっていう風に私は剣を握ってていいんだろうかみたいないろんな葛藤とか迷いの中で剣を振るってきてそのなんかまあし 心の平穏さと心の荒々しさそして自分の心の弱さと強さそれらを両方合わせ持った状態でそのなんか刀を振るうことによってさきりさんは無意識のうちにタオをの基礎を使いこなしていたわけなんですよねみたいな状態でそのガミナルたちもその強いと弱いの感覚を少しあの身につけてそれを実践に応用することによってムカデ人間とチョウチョ人間を無事倒すことができるわけなんですよねでこれがタオかっていうふうになるわけなんですよでその一方で 前日の昼間にその山賊の頭だった朝鳥兵衛君とその弟の処刑人の斗真君がボッコボコにされたわけなんですけどあの彼らもまあ瀕死の状態だったけどなんとか生き残ってあの天聖様に投げ込まれた穴から這い出してきたわけなんですよね。 でその這い出してきたところにまた別の僧兵があのお坊さんがああの天聖様のなんか命令で一応見に来たわけなんですよねちゃんとあいつらは死んだかなって花になったかなって穴にとされたやつらはあの、まあ、花になってそしていずれそのなんか本土の方に送り返されるわけなんですけど阿佐長兵衛たちもちゃんと花になったかなっていうふうに確認してきたらやっぱり花になってなかった穴から這い出してきましたねっていうふうにあの僧兵が阿佐長兵衛たちに襲いかかるわけなんですよね。ただ阿佐長兵衛はあの 環境に適応する天才で、あの粗暴なように見えて、荒っぽいように見えて、めちゃくちゃ賢くて、観察能力が高いわけなんですよね。で、天仙様は、なんか、その普通、生物の急所って首だけど、首を切っても再生したわけなんですよ。で、体の、はあの、中心部分、胴体部分から入ってたってことは、下半身に急所があるんだろうと。で、あの、タオとか、その力を練る場所は、丹田っていうへその下あたりなんですけど、ということは、下半身あたり、股間、もしくは。 そのなんかへその辺りを狙ったらいいんだろうみたいな風な推測とかを立てててそれはもちろんその合致してるというかその推察はあのビタリと当てはまってるわけなんですけどでさらに島についてからエネルギー補給のために今までぶっ殺してきた化け物たちの体を食ってるわけなんですよね。とかそのなんか鼻化する穴の中に落とされたことによって食虫ああ植,植物のウツボカズラの家影の,の中に放り込まれたのと同じような状況になって。 朝長兵衛君の体の中にその化け物たちのタオが少し混じっているわけなんですよねでそのおかげで無意識にそのなんか双兵の,あの,あの敵サイドのタオの動きだったりとかあの不可視の衝撃波だったりとかが知覚できる認識できるようになってそのままタオの力をあのいきなり実戦でマスターして朝長兵衛君がめちゃくちゃパワーアップしてあの相手の双兵を倒すわけなんですよね。 っていう風に処刑人と死刑囚たちっていうのが、もう初日で半分ぐらいになってで2日目でそれぞれがボロボロになったわけなんですけど、あのそれぞれがまあ、なんか。生き残る方法というか、タオについても理解し始めるわけなんですよね。で、そんな中、さぎりさんとあの千くんとゆずりはちゃんとそして宝庫が。 そののなんかあ天聖様がいるお屋敷のところにたどり着くわけなんですよねで扉を開けたら早速天聖様の一人がお出迎えというかまあ、戦闘開始になるわけなんですけどめちゃくちゃゃく強いいし不死身し不だ全然ななわないわけなんですよねただそのノのい一のゆずりはちゃんは今までその忍術の訓練とかであのなんかまあ丹田とかタオのこととか習ってなかったけど無意識に基礎を使えるようになってたわけなんですよね。 でそのゆずりはちゃんの体からその毒を吸収してその毒を糸状に吐き出すことによって相手の動きを縛ったりとか相手をその3で倒したりとかできるわけなんですけどその力で相手の自由を奪ったりとかさぎりちゃんのそのダイダラぼっちを倒した時の,あのタオの使い方を無意識に身につけた方法によって激しい死闘の末に天聖様の下,下半身というかへその部分をあのあのぶった切ることができるわけなんですよね致命傷を与えることができるわけなんですよね。 それでみんなやったぞっていう風に天聖様倒したぞっていう風になるわけなんですけど実は戦いはまだそこで終わりじゃないですよねっていうのもガビマルとの戦いを見て僕たち視聴者からしたらいや天聖様がこ,のこんな簡単にやられるはずないとであの死にかけになった時にそのなんか人の姿をやめて化け物になったよねって話なんですけどその通りで。 サギリちゃんたちが油断している最中にその,あのへ,そへそごと切られた天仙様はあのちょっと力を蓄えてまた化け物に変わるわけなんですよねその能力最終段階に変わることを喜怒哀っていうらしいんですけどまあ,あのブリーチの新みで言ったらあの挽回みたいなもんなのかもしれないですけどなんかねその形もその2本足でもう高さ体長5メートルぐらいなんですけどスカートみたいな感じで花が下向きに咲いていてでその,その花の上の部分に。 男性の体の体、ま、真っ白い男性の体と真っ黒な女性の体がついていてであのそれぞれの首の部分が一体化していてその,あの頭部のところに先乱,乱れた鼻の中にあの男女と男性と女性の体が一対ずつあるみたいなその口で言っても全然説明つかないかもしれないですけどそれぐらいなんか。 あの左右の対称性があってなおかつ気味が悪いような巨大な化け物に天聖様は変わるわけなんですよねでその変わった時の攻撃でその眼鏡をかけていたセンタ君がその鼻科の攻撃を受けてその目から目,目とかその上半身からいっぱい鼻が出て「えー、へーへーっていう風に幻覚を見てしまうわけなんですよね致命傷を負うわけなんですよね。 でしかもあれだけ人を繰り広げてもうさぎりちゃんたちはその余力がないわけなんですよさぎりちゃんはそのタオの力を無理やり使ったから鼻血ブーっていう風に出したりとかもう死にかけなんですよねでああもうこれ終わったっていう時にそのあの盲目の処刑人の花魁をさっさと殺したシオンさんとヌルガイくんが助けに来るわけなんですよね、まあ、ヌルガイくんも強いわけなんですけどタオの力はそんなに使いこなせてなくてあのしおんさんはそのなんだろう 盲目っていうのもあって、その目以外の、視覚以外のもので情報を捉えることが得意で、そのおかげでタオの能力を身につけて,ていたわけなんですよね。その今回上陸した人間たちの中で、唯一天仙様たちにもともとその対抗する力っていうのを持った状態で上陸しているのが、あの、シオンさんだったわけなんですよね。で、 まあ自分の大好きだった弟子の,その金髪の少年を殺されたっていうのもあって、天仙様に対して思いっきり嫌疑を浴びせて、もちろんその死にかけになるわけなんですけど、たくさん攻撃を浴びて体が鼻かしたりとか、その鼻かした場所を切除して出血したようになって、あの、死んも、死音さんも真相に,になるわけなんですけど、ぬるがいくんやゆずりはちゃんや、あの、さぎりさんのみんなのその連携とかもあって、相手の注意を引きつけて、無事、天仙様の,その相手の弱点の,あのへその恩に当たる部分を、 ぶった切るわけなんですよ、ね、っていうのもそれにもまたその死にかけのセンタ君があの一役買っていてそのなんだろう相手の胴体男性女性の胴体がそれぞれ一つずつあってあの一撃で両方とも切ったらいいのかとへその部分切ったらいいのかっていうふうにあのシオンさんは悩むわけなんですけどセン,センタ君があのだ男女の底はダミーだと。 あの植物の丹田に当たる部分はその胚珠の部分だとだからその男女の一対の中央部分に花の中心部分があるはずだそこを切るんだシオンさんってシオン桜殿っていうふうに言うわけなんですよね。であのシオンさんもその 天んンン様の喜怒哀した化け物の姿の男,男性女性のそれぞれのへその部分を切ったとしてもなんかここダミーっぽいぞとここに生命の中心部分みたいな力の流れみたいなのを感じないぞ本当にここを切っていいのかっていうふうに一瞬悩むんですけど千太くんの言葉を信じて真ん中を切るわけなんですよねだったらついにやっと物語で最初の天ン,ン様を倒すことに成長あの成功するわけなんですよねただみんなボロボロでそして千太くんが間もなく出血されで死んでしまうわけなんですよね いやなんかセンタ君あの臆病なあのオタク気質な人かと思ったらすごいいい味出してたわけなんですよねというのもやっぱりあのなんか江戸時代とかってなったら現代社会と違ってもう生まれつきその家柄とかで仕事とかやるべきことって決まってるじゃないですかとか性別とかでねでセンタ君はもともと絵を描くのとかファンタジーの世界に入り込むのが好きだったわけなんですけどそん,そんな書道とか。 絵を描く時間があるんだったら剣を握れっていうふうに筆よりも剣を握れっていうふうに言われていて本当は処刑だとか剣術を習う習うのとかも好きじゃなかったけどずっとその剣技を磨いてきたわけなんですよねただそのなんだろう処刑人の今回の担当だったゆずりはちゃんみたいにその自分の自由に振る舞う生き方だったりとか この窮屈な不自由な生活を送っているセンタ君の考え方に対してバカじゃないのって生きたいように生きたらいいじゃないのだって一度しかない私の,あの自分の人生なんだからっていうふうに笑い飛ばしてくれたゆずりはちゃんの生き方に対してすごい感銘を受けたというか憧れを抱いていたわけなんですよねでそんなゆずりはちゃんをかばってセンタ君は致命傷を負ってそのまま死んでいくわけなんですけどまあ,あのセンタ君を残してゆずりはちゃんとその宝庫とあのシオンとヌルガイとあのサギリちゃんがとりあえずその。 ボボロボロになった相手のお屋敷で休憩を取ったりとかその盗賊の頭のあざ長兵衛くんが進化した姿になってあのまあ体中にその植物のツタみたいなアザが権限するわけなんですけどそしてまあ今後ちょっとずつその化け物になっていくわけなんですけどあのよしじゃあ俺たちをボッコボコにしたあの天さンン様をやりに行くかっていうふうに長兵衛くんとあの。 弟の斗真君が歩みを進めたりとかそしてガビマルたちもガビマルとその岩サイとそして岩サイの処刑人のフチとそしてあのメイちゃんとで島の状況整理だったり今後どうするかっていうのをあの 作戦詰めていくわけなんですよねただここで一つ異常事態が発生していてタオの力をよく理解してないまま使いすぎるとさぎりちゃんみたいに鼻汁ブーっていうふうに出したり体に負担がかかったり、まあ、命の力だからその命をその外部にアウトプットしすぎて自分の命の生命維持がままならなくなって死んでしまったりとか,あとか体に負担がかかったりとか天つさえその記憶障害になってしまう可能性もあるわけなんですよね。でガビ丸はタオのの力を使いすぎてて自分の名前を覚えてるけど そのさっきまで仲間として戦っていたメイちゃんとかガンテツサイとかフチの名前をとかここはどこだってあのこいつら誰だっていう風になっちゃうわけなんですよね俺はガランのガビマルだと俺の妻の顔が思い出せないぞみたいな風にあのなんか記憶がおっしりなくなっちゃうわけなんですよねでガンテツサイたちに話を合わせてこいつら隙を見て殺すかという風に昔の冷たい人間のガビマルに戻っちゃったわけなんですよね さらに加えてその江戸幕府の本土の方では今回のお勤めその桃源郷に行く人たちについてあの人数だけだと足りないんじゃないのかとだからその山田左衛門一家その処刑人一家の中でもさらに精鋭のやつらとそしてあのまあ上丸の故郷の岩隠れの常任というかあの精鋭たちも島に送って全員で戦役を探させるかっていうところで第一期のアニメが終わるわけなんですよねいやー地獄楽はね。 ただでさえ面白いんですけどここからさらにそのなんか本土から増援が来てその増援たちはもちろんガビマルたちの味方じゃないわけなんですよねだったりとかやっと天ン,ン様一人を倒したけどまだ6人しかももっと強いやつらがいっぱいいるわけなんですよね で天聖様たちはそのなんかほぼ不死身の能力を持っているし最,最終的に巨大な化け物に変化するっていう必殺技を持ってるわけなんですよねそいつらに対してどうやって倒すことができるのかとかそして倒した天聖様の言うことによるとそんな不老長寿の戦役なんて存在しないらしいんですよねっていうふうになったらそもそもガミ丸たちってお,あのお勤め果たせないじゃんっていうことだったりとかなんかいろんな課題が山積みなわけなんですよねそんな中そして記憶をなくしたガミ丸の今後の行方はみたいなふうな あのすごい展開が気になるところなんですけど、まあ、今後アニメの第2期に期待しましょうということと続きが気になる方々は是非あのコミックでその今後の展開を確認してみてくださいねという話なんですよねいやー地獄楽ねマジで面白いんですよねまあ既に見た方々はその自分はこの戦いが好きとかこの展開がすごい面白かったとか このキャラクターが好きみたいな話とかぜひコメント欄で教えていただければなっていうふうに思います。ということで今回は僕の好きな漫画、アニメ、地獄楽について好きなだけお話しさせてもらいました。ということで今回は以上最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。